b m 7は1978年から1988年にかけてアメリカ合衆国のアムトラックと通勤鉄道に投入された両運転台、車軸配置 BB の電気機関車である。主要部品の大半はスウェーデンのアセアが製造しており、最終組、アメリカ合衆国北東部のボストンとワシントン DC を結ぶ北東回廊、 ペンシルベニア州のフィラデルフィアとハリスバーグを結ぶ、キーストーン回廊の運用に投入された。鉄道ファンからは俗に、スウェーデン風ミートボール、または、箱型の車体形状から、トースターとも呼ばれている。2013年から2015年にかけて、シーメンス製の ACS-64 が、後継機として投入されるのに伴い、従来の EM-7 と HHP-8、 機関車は順次置き換えられる予定である。マーク鉄道のイーム7ペンシルバニア鉄道からアムトラックに引き継がれた GG1 系電気機関車は1970年代半ばの時点で登場から40年が経過し老朽化が進んでいた。アムトラックはこの GG1 の置換へを目的に G 製の E60 系電気機関車を26両 投入したが安全上の問題から最高速度が90マイルパーアワーに制限されたため GG1 の本格的な置き換えには至らなかった。アムトラックはヨーロッパ製の高速電気機関車を導入する方針に転換し1977年に性能比較を目的として2両の機関車をヨーロッパから借り入れた上で試運転を行った。1両は フランスの CC21000 型をベースとした X996 号、もう一両はスウェーデンの RC4 型をベースとした X995 号である。比較検討の結果アムトラックはスウェーデン製を選択し、これをベースとした EM-7 機関車の量産が開始された。1977年に30両、1980年にも17両を追加発注している。 1978年より GM エンドにて製造を開始した。車体はバッド車が供給、台車や機械部品、電装品はスウェーデンから輸入されている。1979年に最初の1両が納入され、アムトラックの905機として営業運転を開始した。以降の46両も1980年から1982年の間に営業運転に投入され、 GG1 は置き換えにより定期運用から撤退した。1987年にも7両を追加発注しており、1988年の納入をもって製造を完了した。アムトラックに加えて通勤鉄道でも使用されており、1986年にマーク向けの4両が、1987年にもセプタ向けの7両がそれぞれ投入されている。アムトラックでは、 東部電閣間で37年の長きにわたって、主力機として活躍し、延べ走行距離は2億2000万マイルにも達したが、ACS-64 への置き換えが進んだ。ことから2016年6月18日のさよなら、運転をもって全機が引退した。915号機がペンシルベニア鉄道博物館で、945号機がイリノイ鉄道博物館で、 生体保存されている。EM-7AC1999 年から2002年にかけて EM-7 の26両に更新工事が実施された。主な更新内容は、手電動機の直流型から交流型への換装や、運転台機器類の交換で、長編成列車における、牽引力の向上が図られている。工事は、 アルストムと共同でデラウェア州ウィルミントンにあるアムトラックの工場にて行われ、アルストムにより交流モーターと運転第機機類が提供された。これらの更新車は EM-7AC と呼称され、従来機は更新機との識別のため EM-7DC と通称することもある。電源装置には水冷式のイベットモジュールを採用しており、 機関車向けの5 0 0 0ットに加えて客車2 0 0 0ットの電力を供給することができる。従来の直流機の客車への供給電力は5 0 0ットであったが、容量の拡大により、客車12両分の電源供給が可能となっている。更新機の運転台には2つのモニターが設置されており、一つは列車運行業務の情報、もう一つは異常箇所発生時の情報の表示に、 使用される。更新機は屋根状の機器配置と金の音が変更されているため未更新機との識別は容易である。ニュージャージートランジットのアルプ -44 アルプ -44 はスウェーデンのアブが1990年から1996年にかけて製造した電気機関車である。アメリカのニュージャージートランジットに納入されたスウェーデン国鉄の r c 六と r c 七の 設計に由来しており、外観も RC4 をベースとした EM-7 と類似している。また、セプタにも一両が投入されており、同社の EM-7 と共通運用されている。ありがとうございます。